まもなく1番線より列車が発車します。駆け込み乗車おやめください。斉藤幸乃の1番線。毎度ご乗車ありがとうございます。斉藤幸乃です。大ニュースです。1番線的にはなかなかこんなスピードでこんな速報することはないと思うんです。っていうのも、あの大阪環状線新型車両323系を見てきました。いやーかっこよかった。まさかデビューする前、走り出す前に見られると思いませんね。このお披露目の式典が6月24日にございまして、それに参加させていただきました。もう想像していた以上のふわスタイリッシュさ、かっこよさで、環状線こんな変わっちゃうのっていうぐらいのガラッと変わったね、男前というよりもイケメン、こっちの方がしっくりきますね、イケメンな車両でした。この323系どんな車両かと申しますと、イメージ図、まあ大体のそう情報は出てたと思うんですけども、まあ、ついに実現といいますか形になったっていうことだったんですけどもね。ああもうあのお披露目会はですね、徳安駅から歩いてすぐの近畿車両さんでございまして、そこにこう工場内入っていくと止まってるわけですね。あれがあのイメージ図は出てたんで、あのイラストと一緒の、あの輝くボディは323だって、はい、わあもう実際に目の前にするとあれかなりイメージ変わりましたねっていう、帯がまずオレンジ色使われてるんですけども、そのオレンジ色だけやないんですよね。茶色い帯が入ってて、あれこの茶色は何ですか、これがあるだけで随分シックな感じ、落ち着いた感じになりますねって、その担当された方にお話を伺ったんですけども、この茶色意味がありました。アーバンネットワークの色ですね、近畿圏のあのアーバンネットワーク、もうねあの色は221系とか223、225にもこう使われている色ですよね。その色がちゃんと入って、はい、この色のね意味もこう伴った、こう見ただけで、あ近畿を走ってるんだっていうの分かるようになってましたですね。でもう一つ大きな違いが明かりです。車内の明かり、一般の車両は LED の白っぽい明かりなんですけども、女性専用車両はあったかい色になるんですって。これはあのお昼前行ったんで見られへんかったんですけども、まあ夜走ってたら随分違うでしょうね、走ってる様子もね。うわ色のこの使い分けって今っぽいな思いましたですね。で車内へと入りました。車内はですね、あこれはなかった今までっていうのがたくさんありました。まず分かりやすかったのは座席です。ロングシートなんですけども、まあ3つドアになった分長くなったんですね、座席も。だけじゃなくってロングシートの端っこ、あのねこう長い一番端っこありますでしょ、あの人気の席です、人気のね、そこがこうストンとまっすぐ切られてるんじゃなくて斜めになってるんです。ちょっと斜めになることで肘も置きやすい、で斜めになることでそのすぐに横に立つ人、ドアのすぐそばにねこう手すり当て、あこも人気のとこですね、立つんとこやったらそこもちょっともたれかかって立ちやすい、そんな工夫がねあったんです。あこれなんで今までなかったんだろうっていうね、ちょっとしたことなんですけども、これ便利やわっていう工夫がされてましたね。の乗った時もこう乗ってハの字になってるんでちょっと広く感じると言いますか、そんな工夫もありましたね。せやかこう、あこだわってますよどうですかっていうのってわって気づくんじゃなくて、実際使ったらあーこれ使いやすい乗りやすいなっていう工夫がいっぱいされてましたね。でもう一つどころじゃないんですね、天井もすっきりしててなるべく段差ないように、ほんで明かりもね工夫されてました。カバーをつけるんじゃなくて、であのカバーでねぼんやりとこうやわい明かりっていう車両もそれはそれでいいんですけど、撮りましてもっと明るくしよう、シャキッとしようみたいな感じのね、そんなねはいこだわりもありましたですね。まだまだ喋りたいことあるんですけども、
もうこの細かいこだわり、もううじゃうじゃあるので、もう実際に走ってみた時、今年度中ですから、皆さんもぜひ323系体感していただきたいなと思います。さあ番組を始めてまいりましょう。乗り物や旅をテーマにしたほのぼのとした番組、斉藤由紀乃の一番線は AM1422 ラジオ日本と AM765 YBS ラジオ、AM918 山形放送、AM1269 四国放送でお送りしています。それでは斉藤由紀乃の一番線スタートです。まずはリクエストです。山形県からラジオネーム岩州さんです。由紀乃さんこんにちは。こんにちは。山形放送で聞いています。山形県の今の時期の旬といえばもちろんさくらんぼですよ。山形新幹線にさくらんぼ東根駅という駅がありますが、東根に限らず JR では山形新幹線やローカル線、アテラザワ線、第三セクターの山形鉄道フラワー長井線の沿線では5月中旬から7月上旬まであちこちでさくらんぼ狩りが楽しめます。ゆきのさん、さくらんぼ狩り経験はありますか？いやないわ。有名な佐藤錦をはじめ、ナポレオン、紅秀峰、南陽など時期に応じて美味しい種類が変わりますので、自分の好みを探すのも楽しいですよ。なんだか甘酸っぱくなってきました。ということでこの曲です。大塚愛でさくらんぼ。さあ今日は番組に届いたお便りをご紹介してまいります。はじめに大阪からラジオネーム GTO さんです。ゆきのさんこんばんは。こんばんは。大阪でラジコプレミアムで聞いています。ゆきのさんとは先日のラジ大阪のウォーキングイベントでお会いしましたが、とてもお綺麗なのでびっくりしました。自分でも恥ずかしい。そんなわけないですわ。ところで6月12日日曜日の番組でコロッケそばの話題が出ましたが、そのラジ大阪の番組本間門原田俊春ですの2月29日月曜日放送分のお出かけたまちゃんのコーナーで、玉川めぐみアナウンサーが新梅田食堂街の塩屋梅田店にコロッケそばの取材で行かれました。このコロッケカレー味なんです。斬新。お出汁とカレーが合う。1杯320円。皆さんもフラッと立ち寄ってみてはというコメントが番組ブログに載っています。よろしければ参考にしてください。と教えてくださいました。ありがとうございます。あれま。カレー味のコロッケそば。でも、塩屋梅田店。行ってますね。はい。新梅田食堂街。ぼちぼち通わせていただいてるんですけども。ありますね。コロッケそば。あ、何も思わんと食べてましたけど、よう考えたら、カレー味。珍しいですね。ああ、久しぶりに食べたなりました。320円安いな。お次は、東京都のラジオネーム、ナハネフさんからです。ゆきのちゃん、コロッケそばの件ですが、もうまた聞きましたね。あれは、衣がグダグダになる前に、食べきってしまわなくちゃダメなんです。は、お嬢様のように、ゆっくりのんびり食べるなら、コロッケは別のお皿にもらいましょう。駅そばでも頼めば別にしてくれるはずですよ。と教えてくださいました。せやな。そうなんです。でもそれがね、ギリギリのラインが好きみたいなね。あ、どこまで行くかな。走って持ち上がらなかったみたいな。あのグダグダ感がね、いいんですよ。さ、持ち上がらなかったらすすりましょうかみたいな。でも多分ナハネフさんは、こうグダグダ感許されへんのですね。シャシャッと食べたい。そのハネスは。わあ。集まるもんですね。コロッケそばどっち派ですかって以前、あ、聞いてみたんですよ。あの、ね、崩して食べる方ですか、それとも、そのまんま、整ったまんまいただく方ですかっていうね。はぁ、これは分かれますわ。あら、ちょっともう一通コロッケそばに来ています。コロッケそば、反響すごい。さあ、お次は、東京から、ラジオネーム、猫中毒さんです。今でこそ杉並区民ですが、生まれは神奈川県。アイボリーとブルーの小田急沿線の出身です。小田急の駅そばといえば箱根そばですが、初めてコロッケそばをメニューに入れたのは箱根そばなのです。当初は小さなコロッケ、カッコカレー味、カレー味、他2個乗っていました。1個は出汁をソースにして手早く食しますが、もう1個は丼の底に沈めて溶かすのです。徐々に味が変わっていくのが楽しいのでした。
今では普通サイズのコロッケ1個になってしまいましたが、カレーコロッケは変わりません。駅そばではないのですが、ゆで太郎ではそばとコロッケが別々に出てきます。コロッケの処遇については客に委ねるという姿勢もまた一つの見解かもしれません。コロッケそば自体は銀座の吉田屋が元祖と言われています。資生堂の近所です。食べに行ったことがありますが、コロッケというよりかはでかい鳥つくねでした。それでもとても美味しく、看板猫さんが可愛かったですよ。著名人では落語家の柳家京太郎師匠がコロッケそば好きとして知られています。アルバムのような歌にクロケットヌードルソングという歌を収録しています。リクエストしたいのですが長い。よろしければ触りぐらい紹介してくれると嬉しいです。長文失礼しました、というお便りいただきました。ありがとうございます。コロッケそばの知識がぐぐっと深まりましたね。すごい、猫中毒さん。あ、箱根そばなんですね。初めて取り入れた駅そばで、コロッケ。でもこれ2個の方が賢いですね。2個乗ってたら食べ方は2通りできますもんね。うん、3個やったら3通り。あ、数が増えれば増えるほど。でもそんなボコボココロッケ浮いててもね、それも見てみたいですね。で、こう別々に分けることができるゆで太郎さんはね、駅の近くにもありますし、この吉田屋の鶏つくね風なコロッケ、これまた美味しいでしょうね。お肉を感じられそうな、あー、これも食べたい。コロッケそばって奥が深いですね。ちなみにですね、猫中毒さん、追伸、関西出身の雪乃さんがコロッケそば好きと聞いて嬉しいです。関東でもコロッケそばは割とバカにされるメニューなんですよって書いてます。いや、そんなことないんちゃいます。うん。でももともとは関東の味か。ああ、まだまだ知りたいことたくさんです、コロッケそば。はい。さあ、この番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。旅のリポートや私への質問、曲のリクエストなど何でも OK です。そしてメッセージテーマ、これが私の宝物のエピソードもお待ちしております。メールの方は、yuki@jorf.co.jp。おはがきの方は、郵便番号106-8039。ラジオ日本、斉藤由紀乃の一番線係までお願いします。鉄道ニュース1422。このコーナーでは話題の鉄道ニュースをご紹介。私、斉藤由紀乃が解説員の方にいろいろと教えていただくコーナーです。まずは天の声さん、今日のニュースをお願いします。 JR 東日本新潟でニース鉄道三昧2016開催。 JR 東日本新潟支社は7月18日月曜日、海の日に鉄道の町として栄えた新潟県新津市で鉄道見学イベント新津鉄道三昧2016を開催します。見学場所は新津鉄道資料館、総合車両製作所、新津事業所、新津運輸区の3カ所です。普段は見ることのできない稼働中の電車工場見学や SL を転車台に乗せた回転が見られるなど、このイベントならではの企画が目白押しです。夏休みの思い出作りに、あなたも新津に出かけてみてはいかがでしょうか。そしてこのニュースを解説していただきますのは、雑誌鉄道ダイヤ情報編集長の助川和彦さんと星野陽一郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、楽しそうな新津の街って、鉄道の街ですもんね。新津、なんて鉄道の街かというと、いくつも鉄道関係の施設があるっていうところですかね。そうなるんですか。一つ駅のすぐそばに大きな新津運輸区車庫がありまして、でそこから少し離れたところに、車両メーカー、前は JR の組織だったんですけども、今は総合車両製作所 JTREC っていうメーカーの、新津事務所っていう工場になってまして、ここで作られてる車両はステンレスでできた最近の車両。どんな車両ですか。今作ってるのは新潟向けの新しい電車 E129系っていう新しい電車なんですけども、その前は首都圏で作ってる E233系とか、あとは E231系とか、もう少し前だと209系とかですね、そういう首都圏で走ってる電車を主に作った。バリバリ都会で活躍してる車両、新津製なんだって。新津製の実は、そうなんですね。でまだまだあるんですか、鉄道の。
あとは、最近展示車両が増えてきたのが、はあ、ニーツ鉄道資料館、うん、ちょっと車で10分で遠いんですけれども、ちょっと車両がですね、ここ最近になって200系新幹線先頭車両とかで、よく、JR とかで皆さんで4パーとか4パー5って言ってる485系特急型電車の先頭車両なんてのありまして、でこの485系の先頭車がたくさん車両がある中でも1500番台っていう、もともと北海道向けに作った車両が後の展示されてましてですね、で最後の1車両だけ残ってたのがうまくここに収まったっていう。わー、もう新しいものから今まで活躍してきたものがニーズやっぱりいろいろ揃ってるんですね。そこがもう全部あげてお祭りになるっていう、これ多分初めてだと思うんですよね。あ、初めてですか、うん、今までは単発はね、要は総合車両製作所の公開があったりとか、じゃあもう盛り上がるんちゃいますか。何が体験できるんでしょうか。運輸区では蒸気機関車 C57 系の、あと185機の、まあ、転車台での回転が実が見られるとかですね、運転台の見学なんていう催しがありまして、総合車両製作所のニーツ事業所の方では、工場見学ができるんですけど、こちら当日の朝10時にですね、ニーツ駅で抽選券をもらえた人しか行けないというスペシャルな狭き門。私も中入ったことあるんですけど、やっぱり大きいものがどんどん変形していくとか切り出されていくとかっていう姿とか組み立っていく姿っていうのは、なんか、まあ、それだけでなんかすげえなって感じがするので、一見の価値はあると思います。電車出来上がる前を見られるっていうことですね。そうですね、はい。で資料館ではもちろん展示も見られますし、はい、ちょっとしたね楽しみのコーナーもありますね。そうですね。あと何ですかこれ、こういろいろ回ったらええことがあるっていう。台紙になんか改札で、入庁してた例のハサミですね、懐かしい方だと思う、ちゃんちゃちゃんちゃちゃんってこうリズム刻んでた記憶があると思うんですけど、台紙にあれで、3箇所回って、入庁するとオリジナルグッズがもらえるという催しもやってまして、で、ニーツ駅前、駅の改札前、あとは総合車両製作所、ニーツ事業所、ニーツ鉄道資料館、ニーツ運輸区、ニーツ鉄道商店街。あ、この商店街ちょっと調べました、はい、名前が今年の2月に変わったんですよね、はい、らしいですね。普通の商店街の名前ニーツ中央商店街だったのがニーツ0番線商店街に、はい、面白いですね。この0番線っていうのがあったんですね、ニーツ駅ね。過去ありまして、まあ、その跡地に商店街あるわけじゃないと思うんですけれども、うん、名前だけ商店街復活、はい、すごいですね。駅名看板っぽいお店の看板とか。そうですね、面白いですね。ちょっとここも行ってみたいです。もう旅として行けますね。そうですね、はい、はあ、7月18日です ね、 ですね。皆さんも行ってみてください。鉄道ダイヤ情報編集長の助川和彦さん、そして星野陽一郎さん、ありがとうございました。ありがとうございまし た。以上、鉄道ニュース1422でした。ここで鉄道ダイヤ情報最新号の見どころについてお話を伺います。助川編集長、星野さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。最新号7月号はマンズ、表紙からなんですけども、はい、まあ、見た方が分かりやすいね、これね、社文化研究に近づいて、それがラジオなんで見られへんのですね。すみません、見ていただきたいですけど、まあ、大阪に国電を訪ねるとありまして、で表紙は緑色と白色のね、うんうん、国電、うぐいすちゃんとオレンジちゃん、103系が、うぐいす色だけですけども、201系がうぐいすと、うん、オレンジと白ですね。でやっぱり東京近辺からこういった車体全体に塗装してある国電みたいな、国電というか、まあ、国電です、つまりね、国電の車両103系がなくなってからは、103系からもう結構20年近いの年月経ってまして、あと201系がなくなってからももうそこそこ数年以上経ってますんで。あ、そうですか。私なんかよく天王寺の駅で、はい、阪和線と山土地線ですかね、関西本線と、環状線のこの塗装してある車両がなんか三つ一辺になるのって私大好きで、
止まんないんですよ。それでこういう車両を見つつ、古戦郷のところとか阪和線のホームのところにある、蕎麦屋さんで関西だしの蕎麦を食べて、でさらにまだね足んないからといってたこ焼きでも食べて、あの校内をお腹いっぱいで歩いて、あ楽しいななんて思ったのは実はですね、うん、もう見まくって食い倒れて、そうそう天王寺駅構内で住んじゃうなんでみたいなね、なんかすごく楽しそう好きなさでもそれだけ話題になるってことなんですね、この201系と103系って、うん、そうですね。私もまあ東京ずっと住んでてほとんど大阪に出かけなかったりしてきたんですけども、やっぱりこういうベタ塗りのウグイス色とかバミリオンオレンジとかスカイブルーの車体がまあ一斉に揃ってるとですね、まあたかも30年前の東京に戻ってきたような気もして、なんかね、ノスタルジックな気分も味わいつつ、い今の103系の現況も見つつというところで、今どうなってるか、いやもう私、まあ、大阪でねこう着いたなんで、もう慣れっこというか、うん、走ってるのは当たり前のような、まあ、環状線で朝夕こうぐいちゃんが頑張ってたりしたら、あラッキーって思えるんですけども、うんうん、もうなんか馴染みのあるんで、あこんな特集なるんやっていう。いやそれがね、そろそろ阪和線にもですね、はい、新型車両225系5100万台との入ってきて、で環状線もそろそろ323系という新車ができますんでね、はいはい、でそうすると、大阪環状線と阪和線はだいぶ様相が変わってくるんですね。あれじゃあ103系どこ行くんですか、おそらく廃車ではないかなと。で201系は大和路線のこのウグイス色になって当分活躍するんではないかと思われます。はあ、これも、まあ、限りある景色なのかもしれませんけども、うん、それだけではございませんね。7月号他にはいろいろとあります、ね、見どころは星野さん、はい、レストラン列車というのも最近盛り上がっておりまして、はいはい、以前この番組でもお話しさせていただいた鉄道ご飯という本なんかも出してたりしますが、そうです、その、潮流にですねやっぱり新しい動きがまた出てきまして、ね、東日本の工房社長のアイデアマンの有名な、鳥塚社長、いすみ鉄道の鳥塚社長ですね、こちらがまた、新しい発明をされまして、今度は伊勢海老特急天ぷら寿司列車ということでございまして、また新メニューを、はい、うわ豪華を企んでらっしゃるということで、こちらに助川が味見に行ってまいりまして、どんな味でした？いやまず量がすごい、味はすごくいいのも当たり前といえば当たり前ですけども、で、うん、贅沢感で言ったらその伊勢海老の握り寿司がありましてね、はあ、プリプリの身がね存分に乗った伊勢海老が、一人当たりこれ2貫贅沢な、もう名前通り名前以上の伊勢海老特急っていう。そう。でさらに天ぷらと寿司が食べられて、いいですね。で天ぷらはいろいろ苦労されてるようで、揚げたての感覚がないとやっぱ辛いので、大滝の駅で揚げたてを積もうということで今だいぶ努力されてるようでございまして。途中駅で揚げ、どこで揚げ、近くで揚げて。駅のすぐ隣に揚げられる場所があるらしいんですよ。はあ。そこで揚げてすぐ持ってくるようにできるように今研究中というところで、すごい、で計画では8月13日から運転を開始するらしいということですね。うわ美味しそう。なんかこの間ね駅名の表示板に北方ラーメン雪みたいなのありましたね。またね、いけそうですね。そうですしれっとこうやって伊勢海老特急みたいなね、はい、出てほしいですね。で、その他信濃鉄道の六門が大バス停に入線するそのツアーの設定の話だったりとかですね、あと伊豆クレイルが7月16日から走り始めますけれども、まあ、こちら報道公開結構盛大に行われまして、うん、我々もちょっと味見させていただけたということで、伊豆クレイルのごちそうはどんなんでした？そうですね、2種類あるんですけれども、カフェメニューとですねランチメニューの2つがありまして、これ列車の設定によって、違うんですが、本格フレンチなんだけど、うん、夏っぽい雰囲気にちゃんとアレンジされてて、まあ、夏だけにちゃんと塩気もバリッと効いてるので、おじさんでも結構好きな味かなみたいな、あれでしかも伊豆の名産が入ってたりするんですか、はい、で見た目は女性フレンチシェフが作ってらっしゃるので、なんかすごく可愛らしく美しくできてるんですけども、なんかみんなねこれだったら美味しく食べられるんじゃないっていう、ちょっと気になります。乗りに行くっていうよりも食べて景色見に行くみたいな、うん、乗って伊豆を感じられそうですね。そうですね。いやいいわ、なんだか列車紹介になっちゃった。どんなお食事が乗ってるか気になる方は鉄道ダイヤ情報7月号ぜひご覧ください。絶賛発売中でございます、はい、助川編集長星野さんありがとうございました。ありがとうございました。
以上、鉄道ダイヤ情報最新号のお知らせでした。斉藤由紀乃の一番線、234回目の放送いかがでしたか。この番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。 E1 グランプリのテーマはこれは食べとけ駅中グルメ。一番線流では鉄道にまつわる575の線流、雪乃の一杯いただきますでは、私に紹介したいおすすめのお酒やおつまみ情報、その他のコーナーや曲のリクエスト、私への質問も募集しております。さらにメッセージテーマ、これが私の宝物もお待ちしております。宝物とエピソード教えてください。メールの方はyukino@jorf.co.jp、 yukino@jorf.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本斉藤由紀乃の一番線係までお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は斉藤由紀乃でした。